シャウエンの街、今日はすごく綺麗に晴れました。ちょっと観光して今日はフェズに移動する予定です。本日宿泊したホテルです。タイルがなかなか可愛かったです。朝食タイムです。おお、ヤギの散歩です。街中の散歩、青い街にやってきました。今日は晴れて最高のようです。ここは撮影スポットです。植木鉢がね、綺麗です。カラフル植木鉢です。奥までずっと続いてます。本当にこうやって入り組んでます。でここは次なる撮影スポット、通りには所狭しと土産物屋さんが並んでます。続いてカスパ博物館というのに入ってみたいと思います。おお、砦の上からの景色がすごいです。青い町シャウエン、こちらは違う方向です。すごく景色がいい。ここからの景色がいいよって教えてくれました。さあ外に出ます。さあこちらがアインムンです。でも移動のためホテルへと戻ります。さあこれから車でフェズに移動します。ああ、ここからはシャウエンの街が一望できます。青い街シャウエン、ここでもさあドライバーさんレストランに連れてきてもらいました。お昼ご飯いただきます。お昼ご飯まずはサラダです。メインはビーフリブです。デザートです。雰囲気のいいレストランでした。この先に見えるのがヴォルヴィリス世界遺跡です。ヴォルヴィリス世界遺跡、中に入ってきました。この辺りがメインのようです。タイル装飾が細かいです。この木の形が独特です。ここからが中心部への入り口という感じです。ここはしっかり残ってますね、遺跡。そしてこちら側に広がる麦畑が美しい。さあシャウエンからフェズ到着してホテルチェックインできました。おお、なかなかいい部屋です。でトイレとシャワールーム、屋台でエスカルゴを売ってました。あ、なんか違うので、今日の夕食は鶏のグリルです。さあ本日の夕食です。今日はシャウエンからフェズに無事に移動できて終了です。ではまた会いましょう。